この前普通に、まあ、知り合いと飲んでる時に、はい、ちょっと揉めたじゃないけど、ゲームとかでさ、あの一斉ので1ってあるやん、うん、だあれ一斉ので1をこう要はさ、ベタなのは一斉ので1やん。って、いやそう、そういう話になったよ、うん、ベタなのは一斉ので1やん。でもみんなさ、ルンルン1とかさ、指すま1とかさ、バラバラやん。地域によってというかさ、人によって。それにチッ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 バリチッチも入る。そうチッチッチッ。でもさ、チッ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 バリチッチって何やねんってなってんの。でもそれ考えると全部何やねん。だってチッチッチッ。ちなみにお前はどこだ。俺はチッ、チッ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 1。それ一番ないわ。ちょ言ったら、いやおかしいって言われる。一番ない、聞いたことある。チッ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 バリチッチはテレビでやってたから真似してるだけで。あ、テレビでやってたんですそれ、うん、そうだ。チッチッチッチ1はチッチッチッチ1チッチッチッチ2これでやってた。0って。それは多分チッチッチッチバリチッチ のテレビでやってたやつをみんなやり始めて、長いからチッチッチッチ1みたいな、その一斉の1のそのイントネーションに合わせただけで。あ、そういうこと。そう、だから別にチッチッチは俺は普通のことだと。テレビでやってた。すげえ、なんかさ、いやもうどれが、あ、地域ね。だから京都はチッチッチッチ1なんですよ、僕の地元。京都でも、いや俺の地元そうやった、ほんまに。いや、お前の地元やろ。京都でも伏見はそうかもしれんけど、他のとこやでもこれは成果ないって。でもあのルンルンとかもあるやん、ルンルン1みたいな、うん、俺東京に来て歌舞伎町とか、まあ、ここら辺とかで、うん、その例えば飲み屋さんとか行って、ルン、じゃあ行こうみたいな、ルンルン1って言ったらルンルンってなってさ、そんなあんのって聞いたことない。俺はルンルンとか、ルンルンってなって。でもそのでもそれ調べたらめちゃくちゃあるかもしれないですね、もしかしたら。地域性、水曜日のダウンタウンとかでやってくんないかな。確かに指すまの上げ方無限大説。ああなるほどね、もういろんな数があるみたいな。で、指スマって俺これ調べたのが、あのスマップさんの番組でやったらしいよ。その地域性がみんなあるから、うん、どれかどうもう分からへんから、うん、だからもう決めてしまおうってなって、で指スマ1とかになったらしいの。あ、でもなんか調べるとほら全然違うやん。関東は一斉のせ、一斉のせ、一斉のせ1、一斉のせ2。あ、いっぱいあるね。チッチッチッチバリチッチチーバリルンルン、ほらいっぱいあるわ。やっぱね、すげえ。中でも 山梨のセッサンは県内特有率 100%。 てか山梨の人たちはセッサン1。セすごっ。なんなんセッサンって。セッサンてかあれじゃない、山梨のセッサンっていう、だからスマップみたいな、それぐらいの有名なやり始めたじゃない。へぇ、タコタコはもう大阪じゃないですか、これ。すげえな。こんなあるんだ。